はい、サイモくんです。富士フイルム X106 購入いたしました。はい、てなわけで今日も始めていこうと思うんですけれども、僕のチャンネルでは写真のハウツー、機材のレビューなどを行ってますので、ぜひね、初めての方はチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいですということでですね。はい、人気のね、カメラですね。富士フイルム X106。先行レビューからですね、紹介させていただいて、僕は運よくね、購入することができました。で、このカメラですね、本当に発売前からですね、抽選になったりですとか、あとはですね、発売してね、3日4日ぐらいでですね、受注停止ということで、本当にね、人気のカメラ、本当に入手困難で手に入れたくてもですね、入れられなかった人も多くいることも理解しております。なのでですね、僕も到着してからですね、もう数日そういったねニュースとかですね、あとは X106 がですねメルカリとかにねたくさん転売されてたりとかで、まあいろんなトピックね上がってますよね。なのでちょっと X106 に関するですね、負のね感情っていうのが SNS でめちゃめちゃ感じたんですよ、僕も。なのでちょっと僕もね気が引けてですね、開封するタイミングを失ってしまって、ようやくねちょっと気持ちが整理できてきたので開封しようかなっていったところですね。というわけでですね、 X106 明るくポジティブにね、僕はね発信していきたいなと思っているので、皆さんどうかですね、僕のコメント欄にですね、手に入らないカメラレビューするなとかですね、転売に関するね問題とかも分かっているのでですね、そういったコメント書いてもですね、負の感情のスパイラルしか生まないと思うので、富士フイルムをねどんどん盛り上げていこうよっていう意味でですね、富士フイルムをね盛り上げて一緒に楽しんでいけるような、そういったポジティブなコメントをお待ちしております。はい、っていったわけでですね、早速ね明るく開封していきましょうか。はい、 X106 ですね。僕 X100 シリーズはですね、実は購入初めてなんですよね。そんな僕はですね、実は富士フイルムのカメラね、いっぱいね T シリーズとか GFX とか E シリーズとかね使ってきましたけど、実はねこの X100 シリーズは初めてなんですよね。 X100V の時にですね購入したいなと思ったんですけれども、その時はね入手困難で僕は購入できなかった組でした。そうしてる間に中古市場はね値段が上がっていって、もう購入するタイミングを失って X106でね、X100 シリーズデビューできたらなと思ってたんですけれども、今回は運よくデビューできたという形ですね。せっかく手にすることができたので、僕もね明るくポジティブにいろいろ発信できたらなと思います。はい、じゃあ気を取り直して開けていきますよ。はい、ちゃちゃっていきましょう。僕はですね、先行レビューの時はブラック使ってて、ブラック欲しいななんて思ってたんですけれども、果たしてね何を購入したんでしょうね。まあ説明書とか保証書とかはですね、はい、ちょっと省きます。はい、では蓋を外していこうと思います。じゃーん、見えてきましたかね。はい、ありますね。シュッと、わー嬉しいな。素直にね嬉しいです。喜ぼうと思います。はい、じゃあカウントダウンいきます。3、2、1、ドーン。はい、富士フイルム X106 ね、ご対面ということで、 XE4 は僕シルバー。おー、あぶねえ、びっくりした。はい、改めまして X106 ですね。僕はねシルバーのボディを購入しました。僕はね XT4 がブラックボディだったり、ライカとかもブラック使ってるので、ちょっとね気分変えてシルバー購入してみました。でシルバーでいくと、僕は XE4 はシルバーのボディ使ってるんですけれども、コンパクト系はですねシルバーでまとめてみるのもありかなと思って、シルバーに最終的にしました。はい、蓋開けてみようと思います。はい、こんな感じで、うわーかっこいいですね。まあかっこいい、かっこいい。うん、なんだかんだねブラックもかっこいいなと思ってたんですけれども、シルバーはねもう安定感抜群にかっこいいですよね。こちらの X106 はですね、すでに先行レビューで詳しいレビューを上げてるんですけれども、簡単に言うとですね、コンパクトカメラながらですね APS-C センサー、そして XH2 などに搭載されてるね新しいエンジンやセンサーが搭載されていたりとかで、4000万画素あるので、デジタルテレコンでクロップして使えたりですとか、レンズは換算 35mm のものがついてるんですけれども、クロップでね 35mm、 50mm、70mm とですね出し入れできるということで、本当にね日常的に持ち運びながらですねスナップをねサクサク撮れるようなカメラになっております。あと動画性能もめちゃめちゃ良くてですね、先行レビューの方ではですねポートレートムービーとか写真作品全部ね上げてますのでですね、概要欄にリンク貼っておくので、詳しいレビューはですねこちらをチェックしてみてください。こちら EVF とね OVF のねハイブリッドだったりですとか、まあおなじみのダイヤル操作も楽しいカメラになっております。あとはこちらですよね、液晶モニターの角度がですねだいぶ曲がるようになりました。でフィルムシミュレーションとかもね、リアラエースっていうね新しいフィルムシミュレーションが入っていて、 GFX102 とかにね搭載されてるフィルムシミュレーションなんですけれども、そちらがですね結構汎用性高くてですね、日常的に結構いい感じにねナチュラルにかつ雰囲気よくね撮っていけそうなルックになってますので、結構使うんじゃないかなと思っております。あとはなんといっても一番ですよね、このコンパクトさ、軽さみたいなところじゃないでしょうか。日常的にですね持ち運びやすい軽さ、重量、そしてこの見た目のルックスっていうのがですね非常にかっこよくて、まさにコンパクトデジタルカメラだった
ったらですね、敵なしのね、クオリティと完成度じゃないかなと思っております。まあもちろんですね、皆さんもご存知の通り、ライカみたいなカメラとですね、比較されたらですね、この質感っていうのは劣る部分あるかなと思うんですけれども、この筐体に詰め込まれたテクノロジーっていうのはトップクラスじゃないかなと僕は思っております。ちょっと残りの付属品出していきましょうか。隣のお部屋ですよね。はい、こんな感じで、ストラップだったり、ケーブルだったりとかですね。で、バッテリーがですね、XE4 とかと一緒の旧バッテリーなんですよね。大きいタイプのバッテリーじゃないので、バッテリー持ちの方ね、心配僕もしてたんですけれども、先行レビューの際ね、使っていて、そんなにね、気になりませんでした。今回の X106 はですね、なんといっても、高画素の4000万画素かつ、手ブレ補正がね、搭載されてるっていうのがね、ポイントなんですけれども、まあ、いろいろ進化してはいるんですけれども、この旧バッテリーでもですね、バッテリー持ちっていうのはめちゃめちゃにね、落ちたような感じはありませんでした。あとね、X106 ですね、筐体が小さいのでですね、熱問題心配される方もいると思うんですけれども、4K で動画回しててもですね、全然熱落ちすることはなくですね、使えたので、まあ YouTube 撮影とかでもね、使えそうだなとか思いました。ポートレートムービーもね、ジンバルに乗せて外で使ってみたんですけれども、難なく使えましたね。思っていたよりですね、この熱耐性っていうのは心配することなかったかなと思います。どちらかというとですね、XE4 使ってた時の方がですね、熱持ちやすかったなって印象はあってですね、その辺ね、不思議なんですけれども、期待はしてなかったんですけれども、嬉しい誤算ですね。はい、という感じでですね、X106 開封していったわけなんですけれども、いかがでしょう？シルバー似合いますかね？はい。ブラックばっか使ってたのでですね、久しぶりのね、シルバーのカメラっていうのは新鮮だなと思うんですけれども、どうでしょうか？はい。これからですね、X106、僕のね、使い道としてはですね、やっぱり YouTube やってると、機材をね、パシャって撮ることが多いんですけれども、SNS とかもですね、スマホでパッて撮ってあげてるようなものとかも、X106 でですね、サクッと撮ってですね、撮って出しで出したりですとか、まあ、普段のね、子供の記録ですとか、カメラバッグにね、スッと入るサイズなので、まあ、常に持ち歩いていてですね、カフェだったりとか、ストリートスナップ、そしてね、ポートレート撮影だったりとか、いろいろ使っていけるんじゃないかなと思っております。そんな感じで持ち出しつつ、外でね、YouTube、ロケットの合間にですね、撮りたいなと思った時もですね、YouTube 使いもね、できるなといったところで、結構ね、活躍する場面はね、多いんじゃないかなと思っております。それぐらいいいカメラなので、早くね、受注再開してほしいなっていうのと、欲しい皆さんのね、手に渡ることを僕も願っております。という感じでですね、僕は X106 ですね、まあ、購入できないカメラをですね、レビューされてもなかなかね、皆さんもね、どういう感情で受け止めていけばいいかとかね、わからないかもしれないんですけれども、まあ、ポジティブにね、発信できたらなと思っております。ネガティブに発信してもですね、負のスパイラルと言いますか、まあポジティブにね発信していて、 X106 欲しいよみたいな感じとかですね、まあ人間もメーカーも一緒だと思っていて、やっぱね腐った言葉をね投げかけるよりもですね、ポジティブでね明るく楽しい発信をしてですね、それがいい風にメーカーに届けばいいかなと思っておりますので、ぜひね明るいコメント皆さんお待ちしております。富士フイルム一緒にね楽しんで盛り上げていきましょうということで、今日は簡単にね締めさせてもらおうと思うんですけれども、せっかくなので X106 でね撮った作例の方をね見ていただき、最後スライドショーでお別れしたいなと思います。それでは見ていただきましょう。作例です。はい、作例見ていただきありがとうございました。今回はですね、富士フイルムの X106 開封していきました。僕もですね、このカメラでたくさんのね作品やですね、日々の日常を残していけたらなと思うので、発信の方ねぜひ楽しみにしていてください。今回の動画楽しかったらいいなって思ってくださる方は、ぜひねチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。良ければですね、温かいコメント、おめでとうとかねコメント欄に書いていただけると、僕もですね、まあこのカメラねまた発信していこうかなみたいなね、ポジティブな気持ちになれるので、ぜひ応援よろしくお願いします。ということで、それではまた次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。